はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、まあ、前回の動画の続きかなんですけど、途中で一戦普通にあんまなんか目立ったシーンがなく勝った試合があったんで、それはちょっと省いてます。取りだめでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、見ていってください。で、相手の構築なんですけど、ルカリオがな、また何かによるよな。アーマーガーは投げたくて、ドヒドイでも欲しい。ドヒドアーマーガーピクシーかな、これは。なんかワンチャンルカリオ抜けに止めれんじゃねとかって思ったんですけど、まあ、足でも止めれそうだしみたいな思ったんですけど、別にな、っていう。まあ、アーマーガーなんとかなるでしょう。ルカリオごとき。ドヒドで焼いてもいいんだし。これでいきます。やばいのは、いや、特殊型だったら多分、無問題で、やばいのは物理で、剣舞インファを、アーマーガーがどこまで、それに抗えるかみたいな。ただな、ハチマキ、いやハチマキインファの方がしんどい気もするけど、ロトムから来る。なるほど。まあ、技見てからですね、これだったら。どっちかで。アルダクミは問題ないんで、安心してトーチカから入ってます。さあ、何？ボルチェーン。そのボルチェーン、何に引いてくる気だ？熱湯だな、そうだったら。技変えてくるんだったら火力が大したことないってことになるんで、メガネじゃないんでね、全然 OK なんですけど、さあどうする、悩んでるってこと、いやー、匠だったらまあ毒が正解でしたね。だルカリオ、いや、何問か前の動画でルカリオ、ハチマキルカリオにひどい目に遭わされた動画があるじゃないですか。なんかあれのせいで、やったー、役なら OK なんだよな。あのせいでルカリオをちょっと強烈に意識しちゃうって言ったら、焼いたおかげで解決したな。どっちかでいいや。2回積まれても問題ないです。で、メガネでもないことが分かったんで、ピクシーでだいぶ余裕を持って受けれるんじゃないかな。ボルチェーン。まあ、ボルチェーンのタイミング。いやー、匠とボルチェーン両立してんのね、一見噛み合ってないように見えて、すごい強いんだよな。ここで受け出さざるを得ないわけで、そこにボルチェンでピクシーに有利なやつ当ててくるみたいなのがね、結構しんどい。何、ちなみにカビー、カゴンビー、カゴンビー、C の HP 管理とかを特に今は考える必要はないかな。ここは鈴木でいいっすね。何持ってるの、ちなみに。あくび。いやー、だったらステロマイト来たかったな。ドヒドイデに下げていいかな、これだったら。まあ、交代際に、あとは地割れを刺してくるかどうかみたいな感じだと思うけど。地割れ、当たらない。一回トーチカで見ていいっすね。いやー、その地割れは強烈だな。ああ、引きなんだ。ロトムーン。ここ居座られる方がきつかったけどな。それなら熱湯でいいかな。だからあくびからダイアースとかでドヒド倒しに来るルートが怖いな。ボルチェーン、いきなりボルチェーンか。カビー、焼いてもあんま嬉しくないっちゃ嬉しくないな。
役いいけど全然いいんだけど、残飯でしょ。だから頑張って削っていくしかないのこれだと。残飯をまあ総裁したのは悪くないですけどね。統治下で、ここ微妙だな。あくびだよね。あくびなんだよな。焼けてるおかげでこのカビゴンもしかしてあんまり怖くないのでは。ラス1次第かな。ただドヒドイではちょっと失えないな。ここ果たしてあくび、まあ、あくび連打だろうな。地割れオッケー。その地割れはオッケー。優しい地割れ。ちなみに今2回だねこれで。ここはボディープレスでいいっすね。で、あとはロトム次第だけど、引いてくるんじゃないかな。引くよね。リザ引き、リザ引き。できればロトムを出してもらって、ロトムを早く削りたいんだけどな。ドヒド引きで、こっちは。太鼓はちょっとまずい気がする。太鼓を達人されたら、マジでどうしようもない。けど、あるかな？あるかな？さあ、どっち？悩んでるってことは太鼓じゃなさそうだな。太鼓だったら悩まず押せるはずだし。ダイマックス、巨大極炎とかだったらまあ、まあまあいいかみたいな感じだけど。まだ問題ない。まあ極炎だろうな。太鼓よりはまだマシか。強いんだよなこれ。ジェットから来る。ああ、それはあんま悪くないな。ダイマックス枯らしたいな。ダイマでも切っていいねこれだったら。ダイウォールから入って。最終ターンに相手極炎打つターンに、ストリームを刺して、って感じでいいんじゃないかな。極炎でチビチビ削れていくのがちょっと痛いけど、まあ、1体処理できれば、あとカビゴン対面で寝かしてよくなったな、アーマーガーが。なんか最近気温がこう上がってきたんですけど、風がちょっとありますよね。なんか花粉も普通に飛んでる雰囲気だし、あと風吹いてちょっと寒い時あるっていう。花粉症でね、やっとでも花粉症の時期をちょっと脱出しつつあるんで、だいぶねいいんですけど。おー、ダイマックス自然消滅してくれた。これはでも大ストリーム入るね。ロトム、ロトム削れんのでいけー。こいつ早くに焼けてくれたおかげでだいぶ楽になったけどな。で雨になる。で雨ストリーム打っていいっすね。ここも何でも耐えるんで。
よし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 。匠。匠でまたボールチェンだろ？それが強えんだよな。ただ、まあ大丈夫じゃないかな。戦術が割れてる以上は。ああ、回復身か。まあ使わせないとしょうがないから。OKOK。混乱身じゃなかっただけでかいけどね。混乱身だとちょっと削れなすぎる。削れなすぎるってか、ゴールが遠すぎる。毒じゃない分。で、ここはトーチカでいいっすね。やけどダメを稼ぎたくて。まあ、たくまれても全然問題ないかな、この時点では。あと、アメターンを減らさないと、ピクシーの突きピカが機能しなくなっちゃうから、ここボルチェン打たれるって分かってても、ピクシーに引くしかないですね。ステロ負けるとな、一気に楽になるけど。ボルチェーン。あとこういうので一生ちまちま削られるのに対して、ダンパーンがちょっと強いっていうのが偉いっすよね。TOD はもう勝ちかな。なんか変に一体持ってかれない限りは。で、あくび地割れまで見えてて、このカビゴン。あと何持ってんだろう。ステロ負けるなら巻きたい。守るまだ見せてないよな。見せたっけ？さっき確か呪いとか考えて引いたんだよな、すぐアーマーガに。守る見せていいな、ここで。ヘビボンとかあるならここで撃ってくるはずで。まあ、撃たれても一発耐えそうだけどな、全然。あくび。じゃあ、ステロ巻いてから引きましょうか。これで、リザとロトムが、ぐっと楽になる。いやー、こう本当はね、毒刺したかった。けどまあ、やけどの A ダウンも結構美味しいし、ヒートスタンプで押されて地割れで、こう、ぶっ潰されるみたいな、あれはないから、こう、ステロ巻いて、それを消してくれたっていう意味では、まあ、でかい。毒なら処理ができるようになるけど、まあ、危険はちょっと伴うし、あくび、ピクシーはまだ寝させたくないかな。逆にピクシー寝たら相手地割れだよな、さすがに。それでカビで多分 TOD とかしかないでしょ。ステロ負けたから、これでアーマーガー引いて、いやさすがに勝ったと思うよ俺は。裏の削れ具合が結構著しいからね。あくび。ねえ、ここを寝ながらボディプレス打ちに行くか。それでいいかな。どうせ寝るんだったらプレスでしょうっていう。相手こう地割れしかないと思うけども、勝ちルート。プレスでどんぐらい入る？半分はいかないと思うけどな。ああ、まあそんなもんだよね。うん、地割れ。これでただ永久にちまちま削れていくから、これで OK なはず。本当は鉄壁とか積みたいけど、そんなこと言ってられる場合じゃないし。ここで引きでしょ？ああ、降参 OK。いいね。はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあ続けて今日の2戦目やっていきます。で、ちょっと間1試合空いてる飛んでるんですけど、再戦かこれ。また同じ人だな。これ前当たったよな確か、この人。その時何投げてたっけな、こっち。あ、この構築じゃない時だな。ガルドが確かあれでしょ、残飯持っててみたいなやつで、エースバンじゃないや。何あの、飛行格闘のやつ。プロレスラーみたいな。あれが確かクレベスに入れてたから、
クレベースドヒドイでアット1みたいな、ドヒドクレベピクシーでいいんじゃないか。でもこれも同じ選手とするわ。いけるっしょ。エルザードぐらいじゃない？あ、なんか前負けた気がするんだけどな、確か。最後エルザードの10万麻痺とか動画にしてないか？してないけどなんかね、最後すごい悲しい負け方した覚えあるんでね。なんで1試合空いてるかっていうと、ちょっと、ドリルズにね、ツンドリル2回打たせちゃって負けちゃったんで、ちょっと、なんか、しょうもなと思って。しょうもない気持ちになったんでね、あれしました。でこいつ身代わりないはずだから、どこから入っていいんだよこれは。フリードラのダメージもそんなに入んないし、凍るか凍んないかゲーみたいな。うん、こんなもん。あー、結構入るわ。まあ毒入るなら OK で、ドヒドで粘れるからっていう、結構こういう感じで、なんか前もだいぶいい感じに試合を有利に進めたんですけど、最後エレザードにピクシーを10万麻痺食らった上に麻痺って動けないみたいので、なんか突破されて負けたんですよね最後。そういうちょっと苦い思い出があるんですけど、ここはトーチかと6ダメを稼ぎつつみたいなね。言いづらい。これね、こっちの中身、こっちは別の構築使ってたから、多分中身一部しかバレてなくて、戦術も変わってることが想定されるんだけど、こっちは相手の構築一方的に知ってるから、だいぶここ引きか。再生ターで押させてくれたガルドで、こいつ身代わりあったっけな。ね、特殊柄だったのは間違いない。シャドーボール、ラスターカノン、キングシールドまでは見た。で、残飯があった。待って、型変わってないそれ。型変わってないそれ。ネットで焼けば OK だけどさ、全然。焼いて、ちょっと。焼いて、焼けば OK だから。ライマ切るしかない。ライマ切んないと負けるんで、切ってきます。ちょっとまずいな。これで、プロレスラー浮かんなくなったな。どうしよう。ルチャブルか。時々なんか最近名前出てこなかったんだよね。ポケモンの名前がマジで。見た目で言っちゃう、みたいな。2連で剣舞。まあ、それはいいかな、全然。だったら熱湯したかったけどな。役ワンチャンみたいな。ダイマ使わないで済んでたわけだし。ただこれで次アメストリームが打ってるから。で、ガルド残飯じゃないから、これで引きなら別にそれはそれでいいわ。3枚か。それ厄介だな。早かったか、ダイマックス金の。相手こう大ウォールだよね、おそらく。ピクシー投げるか。いやー、それは崩されてしまうな。ちょっと良くない気がする。ちょっとどころじゃなくだいぶ良くない気がするな。早くね、1匹でもいればな。これ対応効くんだけど。ボールだよね。まあ守るか。ガルドバート S 振ってなければピクシーが上から動けたりしないかな。ただムーンフォじゃ落ちないよな。いや、ブレードフォルムだからわかんないけど、ブレードフォルム神ペラみたいな耐久だし、スチルコラは耐えるはず。強っ。守っててこれでしょ。信じらんないぐらい強いんだけど。
いやピクシー S に4振っとくべきだったな。グレイシアはピクシーで見入れてるんで、ドヒドヒで引きですね、ここ。大ウォールか。なるほど。チビになったけど。これ耐えたりしない？耐えないよな、絶対。A プラス6でしょ。シャドウクローが165から195入んの入りすぎでは。まあ統治かい。いやーこれー影打ち、なんで影打ちなの？ここネット押そう。ないわ、それしか。ピクシー引きで、相手を打ってくる読み。まあ、昼間制で解決しようみたいな、相手視点は。それ読みでいきます。それしかないよな。影打ちは耐えるよ。OK。あー、聖剣かインファとかにしてんのか。OK。じゃあ、それは、いいんじゃない？なんとかあったわ。あーなるほどね。シャドクロ切ってるタイプか。多分、剣舞、禁止がなくて、剣舞、愛兵、影打ち、インファか聖剣みたいな、多分。で、ダイマックスも相手も使ってるから、ブチャブリングに対しては、クレペスに素直に引くべきなのかな。毒毒をしてもいいんじゃないかな。グレイシア、クレベだな。グレイシアに対してドヒドをピクシーで見切れるかっていう不安があって、多分無理なんだよね。なんか絡めないと反対ではきついと思う。剣舞から来る。ちょっとこれどんぐらい入るかだけダメでしょ。ちょっとね、本当にね、ツイッターでもなんか話してたんですけど、あのクレベースっていうポケモンを誰も正確に理解してないんじゃないかっていう、ダメ系がねちょっとねなんか難解すぎる気がする。攻撃プラニだね今で。膝がほぼ死ぬぐらい入る。インファで計算した方がいいか、正確には。ね、逆にねここねスラダ打つべきだと思うわ。ダイマックスあるならダイマックスしたいんだけど、インファで B 下がる分を考えると、え、急所じゃねそれ。玉もしかして、命の玉かな。いやーマジか。ドヒドで毒から入んなきゃダメだったか。ラムとか考えてたんだけど、いやー弾だったら毒から入ってよかったな。ここブレバでしょ。剣舞だったらうまい。ブレバこれダイマックスあったらまだあった気もしたけど、ブレバの反動プラス毒とかでなんとかなんないかな。ちょっとしんどいなこれ。ブレイブバードだよね。ワンチャン耐える雰囲気はあるけど、陽気だと仮定して、うん。弾だね。これね、ちょっと可能性があるんじゃない？再生。
きはまだ OK。 トーチカ読みで引きとかちょっとうざいけど、耐え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 、お願い、お願い、耐え耐えたら勝ちだから、頼む頼む頼む、 OK。 偉すぎる、偉すぎる、本当に偉すぎる。この耐久調整にしてよかった。 HD 振り切りじゃなくて B ちょっと振ってよかった。これでグレイシャの振りドラ耐えるんじゃないかな。だから剣舞ブレバ一回耐えるんだったら突っ込んでもよかったんだな。ブレバ以外の技なくてよかった。剣舞と何なんだろう。剣舞、インファ、ブレバ、あと何、感知とか持ってるイメージだったんだけど、あられになったよね。天気なってないの、なんで途中でいいやん。え、なんかあれ雪降らしじゃなかったこいつ、気のせい、気のせいですね。あられダメージないっすね。なん、あれ変だな、変だなっていうか、この頭が変なんだけど、ここはまだ再生をしなきゃダメで、ある程度のところまで来たら、フリドラの氷ケアで、熱湯を押す。耐えるOK。こんなにOK。偉い。本当に偉い。偉すぎる、マジで。ねえ、積み技とかもないんで、ここもトーチカで。ポイントと毒ダメを稼いでいきましょうか。リズドラいいよ。どんぐらいかなこれで。熱湯をもう押してもいいものかどうか。まだ再生じゃないかな。落ちきらない気がするよ。こんなオッケー。よし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 。勝った。あー、ぶねー。最後までこの負け筋があるのはヒヤヒヤだったけど。これはさすがに勝った。あー、これネットでよかったね。ダメージ的に最後良くなかったわ。オッケー、タイヤリー、はあ、ちょっと3日分ぐらいのね動画を取りだめにしてたんですけど、ちょっとそれもね今日で最後になりそうです。またそう、この次の動画からまたなんか新しく撮ったものを多分アップすると思います。ちょ、結構ね疲れた。じゃあおっつ